グレッグ・コスティキャンは、アメリカ合衆国のゲームデザイナー、SF 作家である。デザイナー X というペンネームも用いている。ウォーシミュレーションゲーム、ロールプレイングゲーム、ボードゲーム、カードゲーム、パソコンゲーム、オンラインゲーム、モバイルゲームといった、ほぼすべてのジャンルのゲームを手掛けたことがあり、複数の作品でオリジン賞を受賞している。2005年には、 ジョニー・ウィルソンと共にマニフェスト・ゲームズを設立した。1959年、弁護士かつ政治家であったエドワード・エノ・コスティキャンとフランシス・コスティキャンの間に生まれた。1986年9月4日に、証券アナリストのルイーズ・ディスブローと結婚。現在、ニューヨークで3人の子供の近くに住んでいる。1982年に、ブラウン大学を卒業し、理学の学位を取得した。 ゲームデペロッパーズカンファレンスや EE などゲーム産業のイベントで数多く講演を行っている。1970年代にゲームデザイナーとなり、スピシャが1982年にチームソニックレーシングにより事業停止になるまで同社で働く。1983年にウエストエンドゲームズに移籍。1983年に制作した。 バグアイドモンスターはウエストエンドの SF ファンタジー分野への進出第一作となった。翌年、出版社が見つからずに来たロールプレイングゲームパラノイアをウエストエンドから出版した。1984年にはジェフディーとの会話から生まれたアイデアを発展させ、スティーブ・ジャクソン・ゲームズ社のためにトゥーンを制作した。コスティキャンの考えでは、同作はテーマ重視の作品であり、 ゲームシステムに関しては多くの部分がプレイヤーの任意に委ねられていた。ウエストエンドがスターウォーズのゲーム制作権を得るとコスティキャンはダグ・カウフマンらと共にスターウォーズロールプレイングゲームをデザインし1987年に出版した。1987年1月コスティキャンとエリック・ゴールドバーグはウエストエンドを去り短命に終わった。 ゴールドバーグアソシエイツ社を設立した。1998年にウエストエンドが破産すると、コスティキャント・ゴールドバーグは、パラノイアの判権を取り戻そうとし、ウエストエンドの創業者であるスコット・パルターと争った末、2000年に裁判で判権を勝ち取った。1999年、ホグスヘッド・パブリッシング向けに、デザイナー X のペンネームで、ロールプレイングゲーム。 バイオレンスを制作し、クリエイティブ、コモンズとして自由に利用できるようにした。コスティキャント・ゴールドバーグは、マングースパブリッシング社に対して、パラノイアの出版を許諾した。同作は2004年から刊行が開始された。2005年9月、ゲームデザインに関するコンサルティングを行っていた、ノキアを退社し、コンピューターゲーミングワールドの編集者だった。 ジョニー・ウィルソンと共同でインディーズゲームの販売を行うベンチャー企業マニフェスト・ゲームズを設立し CEO となった。コスティキャンはマニフェスト・ゲームズのウェブサイトに定期的に寄稿したほか同社から分離したゲームレビューブログプレイディス・シングの編集長を務めた。マニフェスト・ゲームズは2009年に活動停止した。2010年3月にゲリラップスに入社。 リードデザイナーとして、Facebook 向けにトラッシュタイクーンを開発した。2011年5月、ディズニープレイダムにシニアデザイナーとして入社。2014年1月には、ループドロップへ同じ役職で入社した。2015年6月、ボスフライトエンターテイメントにシニアデザイナーとして入社した。執筆活動では、ニューヨークタイムズ、ウォールストリートジャーナルインタラクティブ、 サロンドットコム、エスケーピスト、ゲーマストラ、ゲームデベロッパーズマガジンなどにゲームやゲームデザイン、ゲーム産業に関する記事を寄稿してきた SF 小説家でもある。また、以下のような大学でゲームデザインの講義を行っているコッペンハーゲン IT 大学、ヘルシンキ芸術デザイン大学、レンセラー工科大学、ニューヨーク州立大学、ストーニーブルック校、コスティキャンの 主な作品を以下に挙げる。コスティキャン名義の他の RPG 作品には、パラノイアのモジュール、アキュートパラノイア、プライスオブフリーダムのモジュール、ユアオーン、プライベートアイダホなどがある。その他、ゲームデザインやゲームの文化的役割を題材として、幅広い執筆活動を行ってもいる。小論、アイハブノワーズアイマストデザインは、ゲームデザインのフレームワーク化に向けた。 概念的アプローチとして広く読まれている。1970年代から80年代にかけてスロッポビアの代表的プレイヤーの一人であった。彼の小説ワンクエストホールドザ・ドラゴンズにはスロッポビアのミームであるクロットルド・グリープスに関する物語が含まれている。2009年2月には1979年に制作したスペースフライトシミュレーターである。 ベクター3のルールを改定し、クリエイティブ、コモンズとして自由にダウンロードできる PDF として再公表した。コスティキャンは小説を4冊書いている。最初の2冊は通続ファンタジーのパロディ作品、アナザー・デー、アナザー・ダンジョンと、その続編、ワンクエスト、ホールド・ザ・ドラゴンズである。第3作、バイザ・ソードも独自の視点で描かれたファンタジー作品で、 広い世界へ出ていくことを余儀なくされた蛮族の若者の物語である。同作はオンラインサービスプロディジー上で連載された。最近作ファーストコントラクトは地球に宇宙人がやってきたことで起こった社会や経済の大変化と新しい世界においてどん底から這い上がろうとする元事業家の奮闘を描く皮肉なユーモアが漂う作品である。二0 1三年には ゲーム開発における不確実性の役割について考察したノンフィクションアンサーティンティイン・ゲームズを MIT プレスから出版した。2015年にはペーパーバック版が出版されている。オリジン賞を5回受賞している。2007年3月7日にはインディーズゲームの流通ルートを確立しようとする献身的な取り組みに対してゲームデベロッパーズ チョイスアワードのマーベリック賞が授与された。1999年にはアドベンチャーゲーミング伝道入りを果たしている。ありがとうございます。